バンドマンのナイトルーティーン紹介してみたー。見なさい、着なさい、暴れなさい、緑川優です。というわけで本日はね、バンドマンのナイトルーティーンを紹介してみたいと思います。今日はライブなんですけども、まずはちょっとライブやってきます。というわけでやってみよう。回転ヘドバンくださいな。ただいま。疲れたか？疲れたね。町田から遠かったもん。はい、帰ってきました。時刻は10時20分です。これから夜ご飯を食べようと思います。岩塩プレートを使って肉を食べたいと思います。動員が送られてきました。今日は対バンだったんですけど、動員は111人だったそうです。まあでも対バンで111人なんで結構いいんじゃないでしょうか。飲み物は黒ウーロン茶です。下からね、下から下から、もっと上げて、もっと上げて、うぃー、ちょっと肉がさ、戻って、どうなんでしょうか。いただきます。どうどう、これは食べちゃダメだ。塩辛い、超しょっぱい。あ、じゃあ分かった。こうやって塗った、あーやば、これちょっと塗ってこれやばい、食べるのが一番いいんだ。あと、うん、あっちい、うん、よいしょ、うまっ、ほら、おいしそう。あく、11時26分です。ツイキャスをしております。ライブから帰ってきたら必ず配信してます。今日も最高でした。お団子可愛すぎでした。もう撮っちゃったけど。はい、というわけで今からお風呂に入っていきたいと思います。田口に撮ってもらいます。よろしく。はい。フォローしないようにスタッフがお風呂を取るという恥ずかしいんだけど、じゃあやっていくわ。泡トロを使っていきます。おー、さあ何分取るでしょう。ビジュアル系バンドマンのお風呂タイムよ。これが泡風呂なのです。なんてラグジュアリーなんでしょう。おー、ちなみに今は岐阜県にいます。岐阜県の柳川瀬川ですね。明日ライブなんでね、まあそこのお風呂で今日撮ってるわけなんですが、まあなんでね、ここだけ実家じゃないんだよっていう話なんですけども、それはまあ多分後で、この後また画面切り替わった時に分かると思います。はい、おー、ラグジュアリーですね、本当に。ファンは喜んでくれるのでしょうか、こんなのを見て。足を見てくれ、この美脚じゃないですか、結構。私、緑川優の美脚を。泡つけよう。可愛く泡つけよう。可愛く泡をつけて、シナモンみたいにしていきたいですね。お。えい。お。シナモンみたいになってんじゃない。あ、ほら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 、サムネいいぞ。で、YouTube ってサムネが大切なのよ、本当に。本当にね、やってて思うのはね、サムネとタイトルだなって本当に思います。中身は結構いいのに、あれ、これあんまりいかなかったなーっていうの結構あったりしてね。例えばついてくるやつ、ずーっと人がついてくるやつとか、あれちょっとタイトルでなんかこうどんな動画かなって説明するのがなかなか難しくて、あーやっちゃった。いいんじゃない、ナイトルーティーンって感じのサムネが撮り終わって一安心してます。シャンプーです。ファンがくれるんですよ。アンドハニーとアンドプリズムを使っていきたいと思います。なんで2つ使うかって言ったら、まあ多分後でわかると思います。洗っていくわよ。
お分かりいただけたでしょうか。ツートンなんですよ、俺。頭半分ずつ洗わなきゃいけないんですよ。色がさ、こっち側に行っちゃうとね、まあ、こっち黒だからあんま染まんないと思うんだけど、まあ、一応半分ずつ洗ってます。そして結局定点カメラだったんでね、田口くんはカメラをセッティングしてラーメンを食べに行きました。おーイエース。イエースしかないんだね。だから、はぁ、あ、ういうい、見えなくなった。じゃあ塗っていきます。あ、バームの紹介し忘れた。今日はクレンジングバームデュオのホットです。ホットっていうのを使ってます。ちょっとあったかいのかな。デュオっていうかクレンジングバーム使うときどのくらいの量使ってるのかな。俺こんくらいを、だからこの半分くらい使っちゃってるんだけど、もっとあんま使わないのかな。どのくらいの、なんかだから1回でかなりの量をね消費してるんですよ。塗りすぎてんのかな、もしかして。これ、あ、これ初めて使うけど、あったかい。いいね。岐阜めちゃくちゃ寒いからね。よし。目やっていくぜ。メイクが剥がれ落ちていく。みんな、もう俺バレてると思うけど、めっちゃ厚メイクなんでね。1センチくらいファンデーション塗ってると思う。見えない。あるあるだと思うんだけど、この、目をつぶって、見えないっつって、クレンジングバームをこう蓋を閉めるんだけど、それを落としそうになるっていう、ていうかむしろ落としたことが何度もあるっていうのは、俺だけなんでしょうか。これ全然今見えないでね。うん。あった。もう、めっちゃスッキリする。この厚塗りを12時間やってるからね。ここから先はね、ちょっと体ガシャガシャ洗うんでね。はい。まあ、この辺で勘弁してくださいという感じです。はい。じゃあ次の場面に行ってみよう。続いて化粧水です。こちらを使っていきます。バイオプログラミングの化粧水、スキンタイムセス 27D プラス。よいしょ。で、もうそろそろ、ほんと寝る体勢に入っていくんで、これ飲んでます、最近。夜安らかに眠れるドリンク。別に、安らかに眠れてるんだけどさ、これに関しては、なんかほんと安らかに寝たいっていうか、これ結構味が好きっていうね。これね、結構カロリー低くていい。64カロリーしかないから、こんなにあって。血圧測ります。これ毎日測んないと、ダメって言われてるんでね。テンション高いとき高く出るんでね。テンション、ちょっと抑えめに。深呼吸して。ちょっと下が高めですね、これ。お薬のお時間です。こういったものを飲んでいきます。血圧計ですね、これ。血圧を下げる薬。これが血圧を下げる薬。2。コレステロールの、これ数値を、これ下げる薬なのかな。これはザイザルっていう花粉症の薬。これなんか整体の先生におすすめされて、もう飲んでる。これビタミン C なのかな？なんかこれを飲んでます。体全然マジで本当に元気だから、こういうの必要あんのかなって。これいるって。飲まなかったらなんか体に異変起こんのかなっていうくらい元気なんですよ。これのね、ありがたみっていうのをまだ感じたことがないんですよね。こう病院3ヶ月に1回ってほんと血液検査して、いつも診断結果をさ、聞きに行くんだけど、毎回君の腎臓の寿命はあとどのくらいでみたいな話をされるわけ。寿命、とか言われるとさ、その寿命が来たら透析になりますみたいなの毎回言われるわけ。もうそしたらさ、多分真っ白になるのよ、なんかふらって。これがさ、3ヶ月に1回の俺の嫌なイベントなんだけど、そういう話はもういいから、ほんと薬だけね、ほんと欲しいよね。バイオプログラミングの、これ歯磨き粉なんですけど、えっぐいくらいこれツルツルになるやつ。でもちょっと高くて、これ3000円します。
脱毛してきます。そう、結構ツルツルですね。イエー、脱毛していきたいと思います。痛い痛い。ちなみに結構これ痛いです。ああ、今から何をするかというと、衣装ですね。衣装のケアをしていきます。これ皆さん知ってますか？これは LG スタイラーという洗わない洗濯機みたいな。何を言っているのか全くわかりません。こちらハンガーがあるんでね、要するに殺菌だね。あ、スチームと振動、振動とスチームと乾燥。衣装をかけまして、近未来だよね、なんかね、中が近未来、なかなか洗いづらいの、これを洗ったことにしてくれるっていう。んで、こういうのが出てくるんだけど、まあ俺は一番強力なモード、除菌衛生モードのしっかりっていう、これ2時間13分かかるんですよ。長っで、これを押すと、はい、これで OK。 もう、まあ起きたらね、これ綺麗になってるよっていう。寝る時間です。ずいぶん寒がりだね。全部かぶるスタイルだからこうやってさ、寝るとさ、これがさ、朝になると寒くなる時があるじゃん。朝さ、これ今これお風呂上がりでこれ、ああ、でも朝寒いとさ、うん、こうやってさ入ってんのよこうやって、ああ、こっちいいね。そう、こっち入ってんのあるねだから実質こっちは空になっていることが多いです。はい、してるよね。そう、というわけで緑川のナイトルーティーンはいかがだったでしょうかどうだった？なんか大変そうだったナイトルーティーンなんだよ大変でした、とても。でもね、少しはこれで参考になったらねいいよね。そうだね、大変これ撮んの。みんなきっとね、あれすっごい苦労してると思うからこれどんな人も。というわけで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい皆さんちなみに、ここの部屋はどんな部屋になってるかと言いますと、後ろにね、来た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 、おばあちゃま、え、じゃあ寝たいと思います。